京都出身42歳美人女優の驚きの変貌、ファンも仰天。女優の安田美沙子さんがインスタグラムで新しいヘアスタイルを披露し、多忙な日々を振り返りつつ、やりたいことが多くて幸せだと語りました。ファンからは美しい頑張れなどのコメントが寄せられています。みんなの反応。安田美沙子さんのアイフル CM は消費者金融の CM にしては親近感だったね。グラビアのイメージ強いけど、走るの好きで子供いても続けてるのすごいね。読売テレビのスマタンに出てたの見て、昔おはよう朝日のレギュラーだったの思い出した。安田美沙子さんは女優だけど代表作が思い浮かばない。テレビで京都出身じゃないって突っ込まれてたけど、理由知ってる？カーネーション再放送で出るの楽しみ。42歳なんて信じられない。ずっと可愛いよ。東京だからカーネーションの女優を応援してる。花丸さんの VTR で小料理屋の女将役がぴったりだった。安田美沙子は消費者金融の CM で思い出す。42歳美人女優って流行ってるの？わかりにくい。女優の印象なくてごめん。今の方が可愛い人っているよね。見出しに名前を出さない理由があるの？宇治出身なら京都府って言ってほしい。知名度あるし、世国内で。安田美沙子は宇治出身の可愛いタレントだよ。安田美沙子だと気づかず驚いたよ。ヤンマガの表紙思い出した。年齢の割に綺麗だけど女優っぽくない。外見は変えられるけど内面は難しいよね。夫のことばかり考えてる。グラビアが大好きだった。安田美沙子はいつから俳優？西スポまだ女優？滋賀の娘、名前が思い出せないな。42歳でもまだ若い美人だね。代表作は何かな？女優だとは知らなかった。みんなの反応としては、安田美沙子さんの多彩さや美しさを称賛する声が多いです。少数意見としては、女優としての代表作が思い浮かばないという声や、出身地に関する指摘が見られます。当チャンネルの意見としては、安田美沙子さんの新しいヘアスタイルが多くの人々に好評であることは、彼女の魅力が変わらず支持されている証拠だと感じます。彼女の多忙な日々ややりたいことが多いという心境も、多くの人々に共感を呼んでいるようです。